アメリカンクラブはとても社交的にも高いステータスがあって、特に我々が感心したのは光をすごく大事にされてる。私の名前は内原聡と言います。ライティングデザイナーです。私は今回のアメリカンクラブ日本橋の中で光のデザインだけを担当しましたが、まあ、たくさんのデザイナーさんとコラボレーションして、とてもいい空間ができたというふうに考えています。我々は1000のプロジェクトを担当することができました。で、中でも事務所独立の初めの頃は京都の古い神社のプロジェクトをたくさん持つことができました。それらは世界遺産の認定と同時に我々はそのライティングデザインを担当して、今回のライティングデザインの中には大きく2つの要素、光のエレメントがあります。一つはベーシックな光を大切にすること。これは天井のスポットライトが、それぞれの席やアートや空間をに綺麗な光を投げかけている。もう一つは空間ごとにカスタムデザインされた照明器具が、アレンジされています。で、メインのロビーには大きな、ペンダント、これは全く新しいデザインですが、日本の、様式を少し取り入れながら、全く新しいモダンのアレンジがされた、デザインです。で、もう一つはバーにたくさんのペンダントを、配当しましたが、そのバーのペンダントとテーブルに置いてるキャンドルライトは、まあ、日本の江戸切子、切子っていうのはガラスの工芸ですが、そういうものからモダンにアレンジしたものをデザインして使っています。一日を通して光が窓から入る光や、それから夜の夜景を見ながら建物の中との光を楽しんでいただく、もう時間によっていろんなシチュエーションがあるので、それをぜひいろいろ楽しんでもらえればいいかなと思います。